ヒメオニグモ族ネヘスコナは、コガネグモ科に含まれる雲の分類群の一つ。オニグモに類する雲の一部を含む。その範囲には、若干の変遷がある。ヒメオニグモ族は、いわゆるオニグモに類する雲のうちで、中型から小型の種の一部を含む族である。いずれもやや縦長で、頭部と胸部の区別が見える、頭胸部、逆三角形から頭卵形の腹部を持ち、しっかりした。 ふわしがある。オスは、メスより一回り、小さく、キャシャ。かつては、腹部の前の背面両側に片起がなく、滑らかな卵型の腹部を持っていることなどを、鬼蛛族との区分としたが、現在では、外部形態はほとんど当てにされていない。そのため、外見的な特徴では、近縁族との判別は、困難である。俗名、ネヘスコナはギリシャ語のネオとシュイノスを合わせたもの。 すべて、網を張る雲で、ごく標準的な垂直縁毛を張る。種によって夜間のみ網を張るもの、昼も網を張っているが、雲本体は片隅に隠れているもの、常に網の中央にいるものなどの違いがある。時に切れ毛を張る場合がある。イエオニグモは、人家に多く生息するため、害虫駆除の役にも立っているだろうが、窓際や軒下を汚しとして嫌われる。 土曜鬼雲は水田に個体数が多いため害虫駆除に貢献していると見られる。この族の範囲はかなりの変遷がある。現在この族に置かれている種のいくつかは鬼雲族の下で記載され、あるいは何度か行き来をしたものもある。現在の考えでもこの族は鬼雲族や高根鬼雲族と禁煙なものと考えられている。世界で80種が知られ、 日本では以下の11種が記録されている。それ以外のものについてはこの項を参照されたい。ヤギヌマピー50、p 56、ヤギヌマタケオ、義博、大熊千代子、雲の学名と和名九州大学出版会、1990年、95から96ページ、ISBN 48億7378万2589。 ありがとうございます。